おはようございます、ガチャです。四国旅行4日目の朝を迎えました。いやー、やっと晴れましたとは言い難い天気なんですけど、でもね、これから太陽とか出てきてくれると思うんですよね。今まだ6時半前なんですよね。なんでちょっと今日は高知県の方に行きます。高知県の方には四国カルストっていうめちゃめちゃ景色のいいところ経由で行くので、ドライブを楽しみながらの移動になると思います。やっと絶景を見られます。それでは出発したいと思います。ガチャンネル。なんか山の方の天気がだいぶ怪しいんですけど、もしかしたら四国カルスト行けないかもしんない。電光掲示板でチラッとなんかね、向こうの方通行止めっぽいようなことが書かれてたんだよね。もしかしたら途中で引き返すかも。四国カルストなんですけれども、通行止めらしいです。いやー、そっか、そうだよね。台風行った後だもんね。いやー、すごく残念。ということなので、四国カルスト経由じゃない別経由で高知県に向かいたいと思います。はい、ということで道後温泉から約5時間ぐらいかな、運転して高知県の辰串海岸っていうところにやってきました。ずーっとね、山に囲まれてたんで久々の海です。ちょっと探検しに行ってみたいと思います。今ここにいて、多分こう海岸沿いをぐるーっと歩ける感じなのかな。行けるとこまで行ってみようと思います。あ、海が見えてきたけど、港？港だな。船がいっぱいある。なんかさ、石の形というか柄が面白い。なんだろう、これなんて言うんだろう、軽石みたいな肌触り、面白い。これは集合体が苦手な人にはちょっと厳しい石かな。すごいね、なんか穴がボコボコ開いてる。こっちがやっとたつくし海岸の遊歩道だね。こっからが本番だ。お、これだこれだ、私が見たかったのが。すごいすごいすごい、すごい。これちょっとどこまで続いてるんだろう。すごい、果てしなく続いてるんだけど、すごいな。魚がいる、見えるかな。カニとか泳いでる魚がいる。うわ、すごい。こんな細い道も歩けるようになってる。綺麗。遠くに見えるのが足摺海底館ってとこだと思うんだけど、あそこまでね、多分歩いて行けそうな感じなんだけど、あっちまで行ったら戻るのがまた大変そうなんで、ここで引き返したいと思います。お腹すいたからご飯食べに行こう。
この後ランチなんですけど、足摺岬の方に向かって、その手前でどっか入ろうかなって思ってます。いやー、定食美味しかったけど魚が残念だった。そっか、台風の行った後だとそういうこともあるんだね。まあ気を取り直して足摺岬に向かいたいと思います。竜宮神社に到着しました。まあ、到着したっていうか、こっからね、400メートルぐらい歩いて到着みたいなんだけど、今なんかすごい大通りから外れて、道なき道っていうかなんか山道みたいなところを走ってきたんですけど、ずっと車1台ぐらいしか走れないとこ通ってて、不安だったんだけど、急に道が開けて、この公衆トイレのある駐車場に到着します。で、ここに車を止めて、歩いて竜宮神社まで行きます。この上に絶景展望所があるって、いやちょっととりあえず神社行こう。これ多分昨日の台風だよね。枝とか葉っぱがめちゃめちゃ落ちてる。これだいぶ下るね。ってことは帰り上りだね。最悪。なんかね、遠くにも、遠くっていうか目の前か多分海だね。青いのが見える。で、多分船の音かな、これは。エンジン音がする。もうすぐかな。あ、海だ、海だ。海だ。うわ、すごい。あ、
見える？あそこの、ここに鳥居がある。多分あれが竜宮神社。すごいなぁ。いやーこれ絶景じゃん。海が真っ青で。ちょっともう一頑張りだね、これは。下って、ちょっと登って。頑張ろう。なんかお城みたいだね、この岩が。お城の塀みたい。すごいね。いや、海も綺麗だ。いや、海が真っ青。超綺麗。おぉ！うわぁ。これはたまらんぞ。あ！で、到着かな？うわっ！すごい。はい、到着でーす。この鳥居の目の前は、はい、大絶景でーす。すごくないこれ。私今この絶景を独り占めしてるからね。海が本当に綺麗。真っ青なんだよ。四国最高だね。今日ほんと晴れてよかった。こういうところは絶対晴れてないと最高のコンディションで見ることはできないからね。この後もね、足摺岬周辺の大自然スポットをポンポンポンと回っていこうと思うんで、次の目的地行きたいと思います。いや、今入り口のとこ戻ってきたんですけど、どうする、行く？なんか絶景あんのって感じなんだけど、せっかくだから行ってみようか。だいぶ登んねこれ。お、開けてきた。ここかな。お、ここだね。あ、なるほど。海が見渡せるね。ここからだと、なんていうの、地形がよくわかるね。はい。という感じでしたね。はい。まあ、行かれる方は、道に迷わないように気をつけてください。